私たちカンボジアにフィールドワークで行きます。今から私たちカンボジアについて少し紹介をしようと思います。先に基本情報ですが、おそらく今までワールドユースミーティングでもそうなんですけど、多文化共生と外国でも紹介されてきたので、少し飛ばします。これが私たちの目標です。私たちはカンボジアに行って、いろんなものを見て、いろんなものを感じて、でそこで感じたものを、帰ってきた時には自分のものにするということを目標にしております。帰ってきた時に、これからどうやってカンボジアと、国際交流をしていくのかを考えたいと思います。では今から、私たちはカンボジアに行って、どんなところに行き、どんなプロジェクトをやるのかを、紹介します。先に、春菜さんのクックマンコジーニです。私はクックマンコジーニについて調べました。まずクックマンコジーニは25人で、男の子が16人で、女の子が9人で、で最年少で5歳、最年長で20歳で、それぞれ個人にやってくる子どもたちは親の死だったり経済的な理由でやってきます。で私たちが向こうで子どもたちと遊ぼうと考えているのが4つあって、まずボーリングで、1人ずつペットボトルを持ってって日本から、でペットボトルの中に液体、何かしら液体を入れて、で、新聞紙を丸めてそれをボールにして遊びます。で次にダーツで、ダーツは段ボールで的を作って、でマジックテープを丸めて投げて当てるっていうゲームをします。で3つ目にミサンガ、形に残るものを残したいなと思って、ミサンガって結構簡単に作れたり、女の子は結構普通に作れるので、ミサンガを子どもたちと一緒に作りたいなって考えています。で最後におにぎりなんですけど、おにぎりって結構日本食で、簡単に作れるので、日本から1人2合ずつ持ってって、向こうの子どもたちと一緒に握って、遊べたらいいなって思っています。はい、はい、続いてはカモノハシプロジェクトについて調べました。カモノハシプロジェクトは何をしているかといいますと、途上国にある貧しい家庭ではわずか3万円ほどの金額で幼い子どもが売られてしまう問題があります。中には大人から仕事を紹介すると騙され、強制的に売られてしまう子どももいます。まず子どもを買う人を逮捕する。これは買う人がいなければ売られる子どもはいなくなります。子どもを買う人は子どもを買う人を逮捕し、罰することは子どもが売られる問題が解決する最も有効な方法だと言われています。言われます。しかしカンボジアでは警察が事件を摘発するための仕組みが不足していました。そこでカモノハシプロジェクトはカンボジアの内務省、警察、そしてユニセフや他の NGO と協力して、2009年から警察支援 LEAP プロジェクトを始めました。次は大人に教育を。家が貧しいと子供が売られるリスクが高まります。カモノハシでは働く女性たちの自立のため、さまざまなスキルを学べるようにしています。今回はカンボジアに行くということでマザーハウスについても調べました。マザーハウスとは発展途上国におけるアパレル製品および雑貨の企画、生産、品質指摘、同製品の先進国における販売をしている企業です。マザーハウスが行いたいことは、途上国の可能性を、その可能性をものづくりを通じて世界中のお客様にお届けすることです。現在、国内に17店舗、台湾、香港に計7店舗あり、創業時から主力商品であるバングラディッシュ産のバッグの他に、
ネパール、ラオス、インドネシアの固有の素材や伝統技術を用いた商品の製造、販売も手掛ける。バングラデシュでは160人の従業員が働く自社工場を運営し、ネパールでは家庭内仕工業が中心ながら100人を超える人が働いています。次に私は CJCC カンボジア日本人材センターで、日本のことを紹介する中で、日本の食事、和食などについて紹介したいと思っています。でこのように、お弁当、コンビニのお弁当の写真やカップヌードル等の写真を使って日本に来た時に食べてほしいものや、あとはこれからスライドをもう少し作っていくんですけど、お寿司の写真などを使って日本食についてや、あとはコンビニなどそういうことについて CJCC で紹介したいと思っています。私たちのところは日本の文化の一つとして百均について紹介したいと思います。そのパニサストラ大学とクックマっていうところに行くんですけど、そこで百均のことについて紹介したいと思います。でそのただ紹介するだけだとつまんないので、そこでビンゴゲームをして、でその当たった人から一つずつその百均のプレゼントをしていきたいなと思います。男の子向け商品の紹介をしたいと思います。クックまでは子どもたちが喜びそうな恐竜 この写真のように立体パズル組み立てて遊べるものを紹介したり、面白かったりかっこいい文房具などおもちゃなどを紹介していきたいと思います。あとパニエサストラ大学では100円で販売されているんですけど、100円でこんなクオリティの高いもの買えるのって思える商品を紹介していきたいと思います。女の子の方ではパニエサストラ大学では、私たちと同い年ぐらいの人たちがいるので、メイク道具や大人向けの髪留めを紹介してプレゼントしたいと思っていて、でクックまではパニアサストラ大学に比べると、幼い子たちが多いので、おままごとセットとか外国でも人気のあるキティちゃんグッズなどを紹介してプレゼントしたいなって思っています。僕からはカンボジアのフィールドワークで特に小学校や教員研修センターでできることについて話したいと思います。Teaching English to People in Cambodia です。特に教員研修センターや小学校の生徒に向けて英語を教えたいなと僕は思いました。そしてこれは僕だけじゃなくて皆さんの協力も多少必要になってくるので、ちょっと手伝ってほしいです。いいですか？ Can you do it? まずは簡単な文から始めます。Please repeat after me. What animal do you like? What animal do you like? どんな動物が好きですか？この質問を今から日本語で言うと英語に直してください。何の動物が好きですか？これは何でしょう？わかる人いますか？何の動物ですか？そうです。これはドッグですね。犬が好きな時はこうやって言いましょう。I like dogs. 次はちょっと難しいです。これは何でしょう？何の動物でしょう？わかる人いますか？